メダ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 メ。じゃあね、気をつけて。うん、じゃあね。登山開始でーす。じゃあね。バイバイ。ここは20丁目です。
頑張ってって書いてあります。行きましょう。ここは31丁目です。お地蔵様にお祈りしました。ここまで来たね。あと60分です。多すぎ。よいしょ。ここは51丁目です。もう少しで山頂は。武甲山頂上に到着しました。すごいです。霧が。ゴミも恋人も捨てないでね。10度あります。では出発します。白地久保、小餅山、大餅山方面に向かいます。何の葉っぱでしょうか。かわいいです。いっぱい咲いてます。大ホケキョ、一気に下ります。白地久保です。一気に武甲山から降りてきました。小餅山まで急登で50分です。頑張ります。さっきまでいた武甲山です。あそこからここまで来ました。今は小餅山の頂上に向かってます。山到着しました。イエーイ。ガスかかってるということもありますが、あまり眺望は良くありません。これは何でしょう。かわいい。これから咲くようですね。では出発します。待ち合わせの場所に行きましょう。
ダメ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 。お宅のワンちゃん。そうなんですか。コーヒーやってさ、舐めてすみません危害はね、及ぼさないんで、案内してくれる。あ、そうなんですか。いいワンちゃんなんだけど、どこでこう、舐めちゃったのか。ダメだよ、ダメ舐めなくない名前もわかんないから、ね、いつからついてきたんですか。下から高原ところからずっと妻坂のところ。そうあそこで出会ったんですか。出会って、でもなんかこの首こうやってるのってきっと発信機があると思うんですけど、はあ、どうなのかな。じゃあこのままついていかれる。わからないですけど言う次第ですね。ああはい、お気をつけて。私も人組んだなと思って、あ、まあ、じゃあすれ違う、どこですれ違うかなとか思ってたらさ、なんかでっかいのがやってきてた。あんたちゃんとやってよと思った。こうやって来たんだよ。まず私こう歩いてた、こうやって来るから、って、あ、大丈夫ですよ、機械加えながら、なんだよ、あんたと思ったら、その人の犬じゃないっていうから最初。こんにちは。会うたび全員に説明、迷い犬ですからって説明するのめんどくさいだろうね。